世界遺産明治日本の産業革命遺産の一つ、長崎県の端島、通称軍艦島。日本の近代化を支えた巨大な海底炭鉱の島です。この島をまるでナチスのアウシュビッツ収容所のようだと主張する人々がいます。ドイツの有力紙南ドイツ新聞は、中国や韓国の強制労働者1000人以上がこの島で死んだ、死体は廃坑か海に投げ捨てられたと報じました。絶対ない、絶対ないですね。絶対なんか、それでも人間がおればそれだけ石炭が出るわけですね。そういう必要な人間をなぜ殺すことがある。私たちは弁護士を通じ南ドイツ新聞に対して厳重に抗議を申し入れましたが、内容は今も訂正されていません。記事には日本人の労働者は安全な場所に移され、中国と韓国の強制労働者に変わったと書かれています。やっぱり日本人も一緒にいて、日本人にも犠牲者が出て、朝鮮人とか中国人にも犠牲者が出てるはずなんですよ。だからアウシュビッツと一緒にされたんじゃ困っちゃうんでね。端島で最も大きいガス爆発事故の記録が残っています。犠牲者は27人、そのうち日本人は18人、朝鮮人は9人でした。炭鉱の最高幹部の一人も自ら最前線で犠牲者の救出を指揮し、二次爆発に巻き込まれ亡くなりました。自分が死んでも部下を殺すような風習はない、うん、それくらいね、やっぱりあの人間味のある端島独特のですね、人情論ですよ。それ以降、終戦までに端島で起きた5名以上の犠牲者を出した重大事故は昭和19年7月12日の一度しかありません。事故の犠牲者は5人でしたが、全て日本人でした。炭鉱の新聞に掲載された戦時中のエピソードには、民族の垣根を越えた深い絆を表すものもあります。端島から朝鮮に引き上げるときに、海岸に行って手を振ってさよならって言って、あのみんなを朝鮮に返した。お別れさ、ものすごく悲しかった。船でお別れするときは、その時にあらあら、あの人も韓国人やったかな、朝鮮人やったかなと思うぐらいで、帰りにリンゴ箱ですね、リンゴ箱いっぱいお世話になったからということで、松本のそのじさんにやってくれと。私も何十年と端島に住みましたけど、虐待したとかそういうこと絶対ありませんので、どうぞ皆さん仲良くしていきましょう。